この大きな段ボール箱、はい、一体何が入ってるでしょうか。これなんだろう。早速開けてみたいと思います。あ、もう答え待たないんだね、うん、大きいねこれ。大きいでしょ、うん、じゃじゃーん。いや、じゃじゃーんでまだわからん。まあもうこの時点で、うん、ペットって書いてあるから動物の何か、動物たちのものですよね。でかっ。ああ、書いてある、ね、全自動スマート猫トイレなんですよ。こちらね、案件じゃないんですけど、あのクリスマスプレゼントにポンタ君にね、こちらのトイレを作ってる企業様からいただきました。ありがとうございます、すげえ。はい、こんななんか豪華なおトイレが、ね、じゃあね、ちょっとあの開けていくのでね、お待ちください。開けました、はい、結構ね、思った以上にちょっと大きいかなっていう感じはするかな。で、こちら消臭ビーズも入ってて、ここにね、ここにこうにパチッとはまるような。なるほど、あ、いい匂いする。予備ですね。こちらがコンセント。じゃ早速差し込んでみますか。はい、そうしましょう。肝心のポンさんはどこに。じゃあそこで寝てる。回ってる。猫砂を入れるわけですよ。はい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 。おお、なるほど。そう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 。で、ここに猫砂を入れて、このクリーンボタンとかゴミ箱ボタンを押すと、ここにゴミとして入るわけだ。うん、なるほど。固まるタイプの砂じゃないと。使用ができないので、この固まるタイプの砂を買ってまいりましたが、この中に、入れたいと思います。これ上取れるかな？分かりやすく、うん、こういう感じになってると、はい、この中に入れる。この中に入れて、うん、蓋を閉めてリセットボタンを押すんですね。あ、ここにマックスって書いてある。ここまでだね。ここまで。せーのね。はい。おお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 お、綺麗な色。クリーンをね。して蓋を閉めまーす。リセットボタンを押してください。で、リセットボタンの R ってですね、押しました。白くなったね。押します。それでこの網のところで一回砂をこっち側に全部やっちゃって、うんちだけを下に落として、でまたこの砂を戻すと。でまた砂を鳴らすためにちょっと行って戻ってくる。で、ここに入るってことだね。本来だったら、うん、この中に
うんちだけが入ってくると。でしかもこれ閉まってたんだね今こうちゃんと、うん、ちょっと固まるおしっこから、そうおしっこが入る、まあ、閉まった、うん、おーすげー、あとはということで今回にちょっと入ってもらいましょう、うん、入り待ちや、入ったところ今それちょっと取れなかったんですけど入ってます、今入ってます、入ってます。ここトイレだよ。お出てきた出てきた。おちゃんうんち出た？うんち出ましたか？こんな感じでね、ポンちゃんが入った後にここでなんと砂をね、あなるほど、ちゃんと足についた砂をね、飛び散り防止がついてる、はい、飛び散り防止のマットもね、うん、でなんと、うん、こちらこんな感じで取り外しも簡単にできるんでお掃除も簡単です。アプリにつなぐと携帯からもできるんですけど、これほら、はあ、プレスってとこ押すとクリーンされると思うんで、ね、あ、猫砂クリーニング中ですか、お待ちください、連動した、ほら、あ、本当だ、今動いてるの、うん、多分これ動いてるんだろうな、きっと、あ、動いてる、え、これ外からも行けるってことじゃん、できるすごい分かりやすいね、うん、うんち出ました、お、ほんと立派なのが、いや、鳥のかい